本日は山崎製パンのいちごスペシャルを使ったショートケーキを作ります。こういうふわふわなクリームケーキをショートケーキと呼ぶ文化は日本生まれだそうです。こんな美味しいケーキの土台が安価に買えちゃう幸福をかみしめようとした時、ふと柳田国夫のことが頭をよぎりました。柳田はなぜ農民は貧しいのかという問題を解決すべく民間伝承に注目し、今日の日本民族学の礎を築いた人物なのだそうです。私は数年前まで柳田のことを昔話大好きおじさんみたいに考えていたので、官僚の人であったことや政治的な目線で民間伝承を収集していたことなどを知って驚きました。この平地人を戦慄せしめよという言葉は遠野物語の冒頭に記されている言葉です。柳田研究者でもある石井正美先生は遠野物語に懐かしい日本を見ることは誤りとして、そこに記されている子殺しや親殺しの暗い側面を見据えつつ、その上で柳田の思想は現代人が抱える問題にも示唆に富むものであるとしています。今の日本は柳田にはどう映るのでしょうか。そんなことを考えながら美味しくいただきました。